けないですね。カマンガール、スプラウト、カマンガール、そう、この3つの山が見えれば、雲はかかっていても3つの山が全部見えれば一緒と言います。1つでも雲に隠れて先にあり、湖の名前は通称ルクセルンゴと人々は呼んでおりますが、正式名称はこ湖がございます。このような湖、このようなというのは全て、ですから水質は非常に透明で澄んでいて、深さはどんな小さな湖でもかなり深いです。200m から300m。ザルネンコよりひときわ高いところにまたルンゲルンという湖が見えてきました。このルンゲルン湖ももちろん
信ストップの頂上に着きました時に最後降りてくる電車に、乗るための集合時間と集合する場所をお伝えしますから、今日の場合はまたいつものように必ず時間をお守りください。電車は発車のベルも鳴らさず人数も確認しないで時間になったら勝手に出てしまいますので、今日の、頂上で電車の時間には遅れないようにね。もし万が一遅れられましたら2週間後また同じツアーで私が参りますので、その時お天気はどうか分かりませんけれど2週間後に迎えに参ります。13日間の間山の上でヨーデル予約制の電車になってます。展望台から
外へ出られるかもしれません。直に4グラムよりも雪山の雪を踏みしめて歩いてもらうこともできるかもしれません。またユングフラウヨッホ頂上のそのスタンピンに投函してください。1週間から10日弱で町があります。そしてそのインターラーケンの町の向こうは今度ドゥーン湖という別の湖です。湖と湖の間という意味のインターラーケン、これがこれ電車が着いてどっとお客様が一気に降りられて見てどこから見て回ったら一番効果的にいけるかなというのを私なりに考えていて、
川へ行って次の電車に乗ります。それからこの電線を通って小田市バスは4分くらいになって、なぜ電車が来るかというとほとんどの間トンネルの中を通って、トンネルという川を通って通って通って途中2回止まります。そこの景色が見えるようになりますが、電車に遅れないように5分以内に戻ります。最初に次何時何分にここへ集まりましょうということを約束して、それから解散いたしますね。それから自由です。でまた同じ電線をウクライナ車内で来ます。2時頃からお食事